ロントフェンダーを取り外します。フロントフェンダーは進行方向左、進行方向右という形で4本のボルトで止まっています。で4本だけで、まあ、取り外しは難しくないんですが、少しアクセスが、しづらくてですね、要はスパナー、メガネ、ラチェット等の可動域が少ないので力が入れづらいんですよ。なので作業には時間がかかる可能性があります。指を挟んだりしないように注意して作業をしてください。裏側についている4本のボルトを取り外したらフェンダーを取り外すことができます。フェンダー自体の取り外しは4本のボルトが取れればすぐ取れるというニュアンスがあるのかもしれないですが、少しコツがありましてですね、ボルトを外しただけでは取り外そうとすると干渉、フロントフォークに当たってしまうんですよ。なので少し絞るような形で取り外すというのがコツになります。相当に傷がつかないように注意して作業をしてください。これでフロントフェンダー取り外しの説明を終わります。